富士実り富士実るは神奈川県藤沢市で生成されたブドウである。父種はピオーネ、母種はイカワ682である。藤沢市の長後地区に住む青木和ズが人々に喜ばれるブドウをテーマに苦難の末開発した。当時、青木果樹園ではイカワ682を栽培していたが、大粒で栽培が容易で、実りやすい長所がある一方、肉質が良くなく、 貯蔵性も良くないという短所があった。また、ピオーネは旨味があり、貯蔵性も良く、肉質や品質が良好という長所がある一方、栽培が難しく実りにくい短所があった。青木は両品種を交配し、富士ミノールを誕生させた。1985年7月18日に、品種登録された。粒は大粒で、500円玉ほどの大きさに達する。 巨峰よりも糖度が高く、味も良好ということで人気が高まり、現在においては、青木の指導により、日本各地で栽培されている。中国でも、ぶどうの栽培を、指導、1997年金華市栄養市民の表彰を受けた。また、栽培面においても、火山排出の土地でも栽培しやすいなどの利点があり、農家間においても人気を博している。欠点として、 落ちしやすく、長距離の輸送に向かないという点がある。ありがとうございます。